であれば、エレシキガルとイシュタル、美しいのはどちらなりや。ちょっと待った、前と違うわよ。これは非常に難しい問題です。答えよ答えよ。迷うことないわよね。答えはイシュタル。さすが藤丸、片や植物と腐敗の女神、片や美と豊穣の女神、美しさの勝負なら100人中1000人が私を選ぶに決まってるわよね。